ナちゃんと琴の葉あかねと目指せ琉球さんさん第4回タッチマルよ。有能な後継者が死んでしまった。次に来たいや。マドシャスに請求権つけたね。1501年5月30日マドシャスに宣戦布告や。琉球幕府とはかなり力の差があるからカットしちゃうで。スワンを属国化でこうわや。マドシャスを属国化でこうわするで。一応幕府のシステム知らない人いるかもやから解説すると、幕府の属国は日本国内外かかわらず全て従属大名っていう扱いになるで。従属大名は外交枠を消費しない属国になるで。その代わり従属大名には戦国という開戦自由が与えられて、侵略的拡大半分で隣国の従属大名と戦争できるで。 HRE と違って属国同士が戦争するんやな。日本を統一してると独立欲求がよっぽど大きな国でなければほぼゼロになるから、海外に大名がいるのがおそらくシステムの盲点なんやろうな。属国の人的資源減らして利用限界を上げる盾流り、正当性を使って外交評判を上げる参勤交代、戦国の開戦理由で戦争した君主を切腹させて、その君主の能力の倍の君主点をもらう切腹とかの特殊コマンドがあるで。ざっくりした説明やけどこんな感じやな。ラウサーンもだいぶ弱ってるな。1507年6月30日ラウサーンに宣戦布告や。を属国化で講和や。シッポを属国化で講和や。マガリに請求権つけるために領地を1個もろたで。全土併合。併合して分配したらまた属国開放するで。帝国主義来るまでは外交点やばそうやな。外交点は探検にも形成にも振りたいからな。宗教を取るかな。属国化で統治点節約できるからあれやけど、隣接しないと異端浄化できないのがな。世界制覇が目標やから節約できるとこはしていかんとな。12年12月1日、足利に宣戦布告や。足利と八プロビ活動と二プロビの中核修法期で講和や。4月5日、朝鮮に宣戦布告や。時期より80年早い朝鮮出兵や。船で上陸するのはだるいので、先に明川に兵を待機させておいたで。航海の要塞素通りできたから、先にそっち囲めば、維持費払う前に落とせたかも。そう言われればそうやった。属国化 183% やから、今回 83% 近くは取らんといかんな。慶州要塞陥落やで。
ある東南アジアから来てくれたな。第一とかラーンサールは来ないのか。朝鮮の軍は見えないけど東南アジア行っとるんかな。最初は付近にいたからそうかもしれん。朝鮮首都環状陥落や。公開要塞陥落やで。もう要塞ないから色塗りのお時間や。マジ助かるで。安定度イベント美味しい。活上でこうや。巨人に反映なされないように北は塞いでおいたで。朝鮮は細かい子はなくて、独立させられる国がなくてしょんぼりやで。1527年12月11日慶州巨人に宣戦布告や。女神を属国化で講和や。うちも読めん。慶州女神と極露美割譲と戦争賠償金340ダカット支払いで講和や。滅んでた東海女神を属国解放や。1530年3月1日足利に宣戦布告や。1530年11月9日マニラにも宣戦布告するで。足利を全土併合。マニラも全土併合や。近代神経性研究完了や。探検軍領と取ったので3つ目は宗教アイディアにするで。なんか沖縄すら回収できないんやけど、神道は回収できなくなったんか。反乱で神道になったからかな。できたので同盟切ってベンガルと組みで。1535年11月2日朝鮮に宣戦布告や。朝鮮ももう兵は1万ちょっとしかおらんな。国土を盾にぶった切った上に首都まで取ったからな。アイヌと4プロビ割譲と23ダカット支払いで講和や。戦を全土併合してから解放するか、そのまま属国化するか悩むな。半分くらいはテリトリーやけど、中核化してあるからな。朝鮮を全土併合からの属国解放や。
キリがいいので今回はここまで。次回もまた見てね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただければうちらも嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は真ん中のアイコンから登録可能です。よろしくね。それじゃあ次回もついなちゃんのドゥルルンの目指せ琉球三山で See you next にゃらあやでー。